花でございますか。小白ですか。両方ですか。両方でいいんですよね。お一人様700円でございます。700円。はいはい。ねえ。はい、ありがとうございます。はい、こちらの方がお花の見えるといいです。こちらの方で、こちらの小白の絵の子に。こちらからどうぞ、ここから。あはは。どうぞ、こちらで。あ、こんなから、はいはい。よっ。よっ。ここは上がったかな。よし。やっぱりお参りはすべきですよね。今日、うん？僕、ね、あれ、見えんぞ。違うわ。ごまぎが200円で、あ、そういうあれか。さい銭じゃないのね。線香が10円で、ろうそくが、あ、なるほど。ね、うんうん。ああ、線彫りですか。線描きですか。え、で、絵はどこにあんの？絵はどこにあんの？裏か？どうぞこちらからですので、ここから入ってください。こちらからは、あ、そういう、そういう風なんですか。はい、全然わからんかった。あ、そういうのも、この部屋、部屋の中ですね。お座敷になりますので。ははは、ありがとうございます。家の方は、はい。よし。はい、このまままっすぐ行ってもらったら、はい、進んでいただいて、はい、あの左側、襖が空いてますので、なしよ、障子が。左側です。左ですか。はい、ずーっとまっすぐ行ってください。ああ、そういう、はいはい。はい、どうもどうも。ああ、これですか。爆図で、
に何書いてあるのかこれ。ああそういやなんかあったな。おお。ああ、だいぶ色が取れてますな。おお、中華クジャクっぽい。ユーケーズ。なるほどね。固定とっと。なんと固定。よっ、シシーズ、これはなんか写真見たな。ちょっと離れてみない感じ。ああ、おへえ。照明は普通の蛍光灯なんですね。同人物図。細かいね、表情とか細かい。あれ、そこは関係ない。それで新しいやつ、ね。なんかパンダっぽいんです。ほほう。和商船でしょうか。千人的な。あ、これでいつになるの？なるほど。しゃあ。ありがたい、ありがたい。こちらは火が消えとってる。こちらはお賽銭あげるとこですか。よし、ありがたい、ありがたい。ボタンですね。階段ですね。
この辺の軸は違うんだな。ここは新しいな。あ、これは何？甘露町。あ、細かいな、また。で、これは屏風よっ。あ、これもゆっくりとずりずりと高かな。サギと手さんだろうか。家が牛か、牛ですね。で、つると、はい、ありがとうございます。地蔵菩薩、あれ、地蔵さんってどこにおったっけ。あれがそうか。
絵はがき注文カード。ああ。なるほどね。ありがとうございました。お花とかは、行きます。はい。どちらから来ていただきました。津市です。津？はい。花は咲く時期が難しいから、そうですね、早すぎるとまた着直しするぐらいの。うん感じになっちゃうね。どうぞご利用ありがとうございました。よし。あそこだっけ。はい、すいません。ごゆっくりどうぞ。はい、ありがとうございます。二重に隠してるんですね。おお。うちの向こうから盛んなぞいや。うん。よし。あ、黄色サイトじゃん。よし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 。赤はやっぱり遅いぐらいだな。
やばい。やばい、やばい、やばい、やばい。やばい、やばい、やばい。赤い方はもうだいぶくたばっとんな。難しいなぁ。これなんだっけ？開きすぎですか？開きすぎかな？ちょっとやりすぎだな。裏にも確か綺麗だったと思ったんだ。横側だとやっぱボリュームがないね。オーバーの方が消えたってさ、いかん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 。でもなかなか綺麗。
これは紅白？もうちょっとあれいいのね。よっよっ、よいしょよいしょ。こんにちは。順路、この奥がありますか。よっ、お、滝がある。微妙だな。あ、大きな声。なくなっちゃった。来ましたね。
よし。こんにちは。お、シャコ投げも斉藤ですね。やりすぎた。むずいな、やっぱり。あいしょ。あ、黄色はなかなか見れんのよ。投げも見事ですね。
糸川。また一段と濃い色な銘柄がある。こうかも。シャガです、シャガ。お、ってこでないだっけ。あれ？あ、結局こっち行くのか。
ツツジは去年と同じくらいか。大菩薩昭和54年、うん、まあ一応桜も一応おでまりが取れんな。確かこの辺に縁台があったような気がしたけど、あれれれ、暗いな、多分。そうでも。ありがたい、ありがたい。そうですね。もう4時ですね。お、一周したかな。なんかおる、ほら。ちょっと遠いな。ありがとうございました。
うん、はあ、できない。暑いけどな、まだ出てない。あれ開いとるじゃん。いいのか、いとっても。だよね。弁天様でしたっけ。何好きだっけ？ちょっと、うん、年の差。